こんにちは、りょうこばあばです。前回からバッグを作ってるんですけど、ベーシックコットンと、クラフトジュートをね混ぜ合わせてバッグを今ね作ってるんですけど、ベーシックコットンのこのネットの部分ですね、長編みを一目置きに編んだネットの部分が、12段ですね。12段編んで、でその後にこのジュートでね、クラフトジュートで今上の方を編んでるんですけど、このクラフトベーシックコットンの最後の目数が長編みと鎖編みを交互に編んで、下から目数はね一緒ですね、118目あるんですよね、一周が。その118目を半分にして59目でこのクラフトジュートの糸で59目編んでるんですよね。なんで半分かと言ったら、この一目置きの鎖編みの中に一目ずつ細編みをね入れてるので59目なんですけど、次の上の段からは普通の細編みと下からすくう細編みをこう編んでるので、こんな感じでね目数がなるんですけど、偶数目でないと編めないじゃないですか。普通の細編み、大きい細編みを交互に編むので、偶数目にするのに2段目のこの交互に編んだのを一目ね増やしてるんですよね。編み終わりで一目の中にちっちゃい細編みと普通の細編みと大きい細編みを一目の中に2目作ってるので、そこで目数を調整して60目にしました。あとはねこの60目を交互に普通の細編み大きい細編みをね交互に編んで、こんな感じで2色でね今編んでいます。それでこのねもう中の芯が見えてるんですけど、この山吹色のこの糸でね持ち手も編みたかったんですけどどうも足りないので、今こっちもね少し見えてるんですけど、あとねこの後持ち手をねつけようかなと思ってるんですよ。で今高さ的にはどのくらいになるのかな、一番下から19センチあるんですよね。だから持ち手を今から編むんですけど、どういう風なね持ち手にしようかなと考えてるんですけど、こう編みながら鎖編みをこう作って編んでいこうかなと思いますね。持ち手だけ別編みじゃなくて、この状態をそのまま鎖編みをこう持ち手の部分をねこう編んで、そこからずっと編んでいこうかなと思います。他の糸もねまだあるんですけど、それはお花に使ったりして仕上げようかなと思います。今から持ち手を編んで最後のね仕上げに取り掛かろうかなと思います。まだねお花は編んでないんですけど、いろんなねこのクラフトジュートが5色あったので、5色をこういろいろお花を作ってつけようかなと思います。持ち手をですねこんな感じで作ったんですけど、持ち手の長さは、鎖編みを30目して細編みを2段しました。幅的にはね2センチ弱ぐらいですけど、そんなね幅広い持ち手ではないですね。ちょうど2センチくらいかな、2センチくらいありますね。でもバッグ自体がね大きくないので、持ち手の長さもねそんな長くしないで、ちょっと短めにねこんな感じで短めにしたんですけど、最後までこの模様は最後まで普通の細編みと下からすくうちょっと大きめの細編みを交互にね最後までこうその模様で編みました。
こんな感じでね、全体はこんな感じ。下の方がベーシックコットンで、上をね、クラフトジュートで編みました。で、残り糸はアイボリーがこれだけで、この山吹色かな、黄色いのがこれだけ余りました。あとはね、お花をね、同じクラフトジュートで編んで裏表にね、つけようかなと思います。またね、お花編んでつけた後の動画をまたお見せしようと思います。お花を編んでちょっと仮に置いてるんですけど、最初こっちのミックスのね、お花もつけようと思ったんですけど、やっぱり違和感あるんですよね、これだけ一種類がね。だからミックスの糸のお花は使わないで、あと4個の、4色、5色あったので、あと4色でお花を編んでみました。で、ここの上にね、こう2色編んだ残りがこのアイボリーとここのお花なんですよね。これが3個とこれが1つしか編めませんでした。だからね、あるだけこう使ってしまおうと思って編みましたね。で、これをね、縫い付けて表の方に縫い付けるんですけど、もう裏はどうしようかなと思って、裏は別にいいかなと思ってるんですよね。だから糸の消費的にはそんなにね、このジュートの方はそんな使ってないんですけど、この2色だけはね、使ってしまいました。あとこの2色はモカ色と茶色はまだあるんですよね。だから他にね使おうかなと思って、とりあえずこう色の配色を考えてこの4色の色のお花にしました。ミックスはね、やめました。で、お花の位置なんですけど、だいたいこのベーシックコットンのネットのところだけにこう収まるように、ここはもうちょっと開けたくて、最初ね、こんな感じで上にも載せてたんですけど、やっぱりこうこの編み方もね、編み模様もこう可愛いので、ここを残してこのネット編みのところだけにお花を縫い付けようかなと思います。ではね、今からお花を縫い付けていきます。お花をつけてきました。こんな感じですね。バランスよくね、こう色の配色も考えながらつけたつもりなんですけど、これでね、出来上がりました。もう後ろはね、もうそのままつけないで、そのまましたいと思います。で、サイズ的には幅が25センチぐらいで、高さが20センチですね。ここからそこまで20センチですね。で、持ち手もこの長さが20センチぐらいあります。こんな感じでね、ベーシックコットンと、何だったっけな。ベーシックコットンと、クラフトジュートですね。すぐ忘れちゃう。クラフトジュートを使って、小さめですけど、手提げバッグをね、こう作りました。こんな感じでね、今回はこのジュートをね、本当はたくさん消費したかったんですけど、ちょっとあまりね、思ったほど消費できなかったですね。この茶色とレンガ色かな、レンガ色とこの茶色はまだ残ってるんですよね。で、このアイボリーと黄色は使ってしまいました。まあね、ここにも使ったから、こんな感じでね、お花をつけて可愛く仕上げました。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。